袋への2022年3月のガス代は風呂入ってねえから254円やろきっと。でも3月は冬か。冬ってことは汗かかないから多分風呂は入らんだろ。あ、でもご飯代、あ、ガスってことは食事代も入ってんのか。1万はいかないやろ。風呂入ってないこと考慮すれば1500円とかでこんな綺麗な数字になることあんのかな。あ、でもピタリ賞だったからこそリスナーに話した可能性もあるかな。聞いて坂本ね、2022年3月のガス代1500円ぴったりだったのか、1万円ぴったりだったのか、254円だったんだけどか。でガス代の話普通するか。わかんねえ。うわー、これむずいな。こう思うとホロライブ検定でも1500円で話すかって話だよな。まあ、挑戦の250円にするか。ゆうび、あ、そう、坂本ちゃんのそのガス代も何円だったんだろう。結局気になるわ。あれなんかの公式とかのホロライブのさ、あれとかに載ってんのかな、プロフィールだったら。でもガス代とかはさすがに載ってないべこだろうし。254円、マジで言ってんの。え、マジで。じゃあお風呂とか入ってないじゃん。とんでもねえな。引くレベルやで。さすがにアイドルだからそれやめた方がええで。